1582年6月13日無事タイムワープ成功しました。タイムワープ技術を使い、教科書に載らない真実の歴史をスクープする時空ジャーナリスト。本能寺の変以降、非常に混乱が続いております。宮川、もう終わりかもしれん。今回の任務、日本歴史上最大のミステリー、信長の城安土城消失の謎を追え。その消失の原因は今でも分かっていません。そこには歴史に隠された名もなき人々の戦いがあった。10名のもので、明らかに戦国時代のものではありません。本来の歴史を変えてしまったということです。直ちに歴史修復作業に入ってほしい。安土城に取材に行けばその謎を解明できると思っています。果たして彼らは歴史を修復し、真相にたどり着けるのか。沢島さん。そして明らかにされるその謎とは。命がどちらも大切ですが。劇場版タイムスクープハンター、安土城最後の一日。何があっても歴史を変えてはならない。